どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はアーティスト語りをしたいと思います。太陽族というアーティストいるんですけどものことをちょっと喋ろうかなと思います。バンドでもともと4人組、そっから入れ替え、いろいろメンバー変わってるみたいなんですけど、札幌のバンドですね。はい。で、インディーズの頃にして、2003年にメジャーデビューしてます。そっからリリースして、いろいろだんだん売れなくなってっていう理由からなのかわかりませんけども、2016年で活動休止。はい。解散という言葉は出てないですね。はい。気になってました。好きな曲がある、そのレベルです、僕は。はい。めっちゃ好きではないんですけど、ファンの人にはちょっと怒られますが、そのインディーズの時の曲、そのインディーズバンドが結構ブームだった時に、いろいろもう本当にいっぱい聴いてたんですよね、いろんなバンドを。その中の一組でもあって、あ、メジャーデビューするんだ、僕らはっていう歌だったと思うんだけど、それでメジャーデビューして、でね、2枚目のシングル、蛍の恋の歌っていうのが、一応代表曲なのかな、僕も好きだし。ただね、この曲ね、突っ込みたいのが、伊右衛門の太陽が燃えてるに似てるんだよね、雰囲気が。サビの太陽が燃えているでしょ、寂しくて寂しくてっていうサビなんだよね。そう、似てるなって個人的には思っていて、でもすごいいい歌です。はい。で個人的にね、もっと好きな曲が一曲だけあって、誇りっていう曲がすごい好きなんですよ。はい。これ多分インディーズの頃からあって、メジャーでも多分アルバムかなんかには入れてると思うんですけど、シングルにはなってないですか。すごいいい歌です。はい。これが僕の中で推しですね。知らない方はぜひ聴いてみてください。なので他の曲は全然詳しくないんですよ。はい。だから結局旅出ちゃったっていうのが一番大きいですね。そっから音楽情報プツンと切れるんで、超有名じゃない人たちはちょっと、やっぱ旅優先してたので、ちょっと音楽情報は入れてなかったですね。はい。なので気になる方はいろいろ漁ってみてください。で、札幌なんでね、確かソロ活動かなんかしてる時に、僕も札幌にいた時に、僕は会ってないけども、多分僕がちょっと知り合いみたいな人は対バンとかしてるんじゃないかな。なんか見たことあるんだよね、どっかでやってるみたいな、ライブバーとか。そういうので、やってますが、なんだろうな、太陽族。何がいいかな。だから僕はめっちゃ好きじゃないんで。どっちかといえば、ただのインディーズロックバンドとはちょっと色が違ったんですよ。歌い方は特徴的だよね。めっちゃ好みではないけど、太陽族しか出せない歌い方だなーっていうので、その声に合ったちょっとだけ、ほんのちょっとだけメルヘンチックな、物語の世界観、蛍の声の歌がまさにそうなんだけど、それが合ってるのかなとは思います。はい。誇りって曲はね、またそれとは違くて、すごくメッセージが強い、人間とはこうだみたいな、はい、僕が結構好きそうな感じの曲なんですけど、それも歌いこなせるっていうか、違和感なく出せるから、両方のこう武器があっていいバンドだなぁとは思ってましたけど、はい、そんな感じでございます。ということで、今回は太陽族をちょっと喋りました。聞いてくれてありがとうございます。さようなら。